はい。おはようございます。はい。白黒コンビがいますね。はい。はい。沖縄おばばでございます。はい。おはようございますね。んじゃさん、おはようね。はーい。えっ、ー、とですね。えー、朝の雑談です。はい。なんか、北海道で面白い動きがあるみたいですね。はい。あれですね、あれ。はい。えー、ちくわかまぼこですね。えー、それのね、あの、中止のね、なんか、 裁判をね、再々のバンバーンをね、起こしているみたいですね。まあ面白くなってきました。はい。まあね、こうじゃなくちゃね。やっぱりね、これからね、もしかしたらね、日本も訴訟社会になるかもしれませんね。はい。あとね、えー、まあ、これすごいことなんですけどね。まあ、それも関係するんでしょうけど、例のおみですね。おみおみ の、クローンですね。えー、あれに、あれのためにね、えー、開発されたね、例のね、えー、ちくわちくわのかまぼこかまぼこがね、なんと、おね、お星様になっちゃうというね、率がね、 え、5%もあるということで。はい。えー、すごいですよね、これ。まあ、詳しい資料は探してください。晴れないんでね、なんせね。はい。えー、晴れないんで、YouTube には。はい。えー、5%ですよ、5%。トということは、100人いたら5人がお星様、キラキラ、ということなんですよね。これ、ちょっとね。 これを推し進めるってどういうことって感じですよね。もう隠さなくなってきましたね、向こう側も。はい。えー、目的と手段をもう隠さなくなってきました。はい。えー、誤魔してやることをしなくなってきました。はい。えー、明らかです、これは。はい。そういうことです。はい。こんなものを食べさせるなって感じですよね。お星様率5%ですよ。これちょっとね、うーんって感じですよね。 本当に隠さなくなってきましたよね。はい。まあね。ここ、ここには晴れないんでね。そういうことは。はい。<laughs> そういうことでございます。はい。まあ、しょうがないですね。えー、まあ、こういうね、木の木のね、生成があるからね。もう、しょうがないです。本当に。はい。ということです。はい。今日もね、朝からあ晴れて、とってもお天気がいいです。えー、お洗濯日和かもしれないですね。 はい。今日はちょっと朝からちょっと用事があるんで出かけるんですけど、まあね、えー、皆さんもね、すがすがしい一日をお過ごしください。はい。もう12月っていう感じしませんね。なんか沖縄は。<laughs> まだ半袖でも大丈夫です。<laughs> はい。<laughs> そういう感じです。まあ、沖縄ね、暑い時は、あのー、1月まで半袖でも全然大丈夫なんですけどね。はい。えー、ということなんですけど、まあ、皆さんのところはどうなんでしょうかね。きっと寒いんでしょうね。 はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄のおばばでした。はーい。